あのなんか50周年かなんかのやつです。そう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 、昨日やつで。私が歌ってなかったっていうのはどういう意味ですか。トロサンシンギノワンめぐりギノワンコドコタ、あの出てはいたんです。出てはいた分からん、全然分からん歌ってなかったですよ、口を毎日文字に。何かな、覚えてないな前のやつ。あれん、昔のやつってこと。あのなんか芸術祭と連日でやった時があって、情報テレビで配信されたはず。ゆきゆき普天間進化チューンしまうた。はいよはい、おしまからのぼって花のもとの抱き。足見あらごしこ恋しちょんがへいよはい、しょらししょらよ。さて始まりました、ゆきゆき普天間進化チューン島唄の時間です。はい、民謡ファンの皆様お待たせいたしました。二人の声ですよ今日は。久しぶりだね、はい、オープニングからまともに、はい、はい、いけますね、はい、今日も一緒に沖縄民謡を聞きながら楽しくゆきゆきと豊かしましょう。普天間の民謡好き進化が FM 宜野湾のリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。パーソナリティはキッチン花笠大城ゆきのりと FM 宜野湾田辺ゆきです。この番組ではリクエストメッセージをたくさんお待ちしています。皆様からのリクエストを流しつつ専用ダイヤルで私たちとお話ししましょう。電話番号は 090-3015-0797 090-3015-0797。 さあ行こう、おう、ナンクルナイサで覚えてください。グスーヨー FM 宜野湾チューンしまうたんかい、意味整備理体。さてさて、久しぶりですね。先週は私一人だった気がしますね。そうね、急に休んじゃって、はい、申し訳ありません。はい。どうでしたか。どうでしたか。なんか静かになるんですよ、いつも一人でやると。そう。はい、やっぱり二人の方が楽しいと思います。よろしくお願いします。お願いします。この前ね、初めて梶間屋のお祝いで一緒にやりましたよね。うんうんうん、ラジオ以外で一緒に歌うの初めてですよね。そうだね。本当に初でしたよね。最後まで誰がお祝いされてるのかわからないあ、でも私終わってからわかったんですよ。終わってからわかるなよって奥間のおば、トナキさんのおかと思ってたら奥間のおばだったんだね。あ、ねえ、うん、だからそうだ、だから私も意味がわからなくなって、うん、私はあの番組に以前読んだこと、ゲストでね来ていただいて1時間話聞いたことあるんですよ、うん、どんな民謡好きですかとか言って。奥間のおば、はい、そうなんですよ。だから、うん、最近このお訪ねて行ってないので、うんうん、元気かなと思ってたんですよ、うん、そしたらね、小島屋のお祝いで元気に踊ってたよね。元気でしたよね素晴らしい、すごいね。ねえ、元気で、うん、あやからしていただきましたが、本当ですよね、うん、逆に元気もらいましたよね、はい、うん、はい、楽しかったですね。もうあのまあ段取りこうしないの、時間があってもしないんだなと思いました。あの民謡の余興のね、しないよねなんか無駄話してじゃあやるかみたいな。でわかりますよ、あのこうやって鍛えられてきたんでしょ、大城さんも。そうね、舞台だってあれ歌うよとか。そう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 、うん、あれ怖い。こでもそれをやってるじゃないですか、うん、今も、うん、あんまり前もって決めずに、うん、だいたい決まってるよね。ああ、まあまあまあ、うん、お祝いの歌、そうですね、うんうん、まあそれをいくつか覚えとけばまあ怖くないってことです ね、うんうん、ね、そこでいきなり別れの煙とか歌うこともないからふさわしくないですよね、うん、あの辺の歌だけを押さえてれば。そうですね、うん、まあ、でもそういう場にあの誘っていただいて勉強になるので、あのありがたかったです。いえいえ、はい、来月もありますんで。来月もうね来月ですか、まあまあまたちゃんと教えてください、うん、はい、さて世界のうちなんちょ大会が今日からですか。今日開会式、昨日開催、26から30ってなってますね、うんうん、
これで私初めての体験っていうか沖縄に来てから初めて出会ったんですけど、うんうん、何なんですか。もう世界各国に2世3世が集まるんでしょ、うん、あでも1世の方も新聞に載ってましたよね、うんうんうん、いたねいたね、うん、7000人だっけ。あ増えてないです。6000人だった。5000、うん、5800かなんかですよね。じゃあ6000で、うん、すごいよね。なんかあの自分の親戚が戻ってきたりとかってあります。いやうちは外国にはいないからな。うん、うん、もしいるような人はいるな。 いるけど来ないな。うん、うん、どこの国ですか。アメリカ。うん、何州かも分からんけど。うん、一人でですか。嫁いで行った。あうんうん、ないね、まうん、そうやってあの、ね、遠くに行った人がすごい時間かけてこの木にも、うんうん、戻ってくるっていうね、うん、みんなお帰りなさいっていうね。素晴らしいよ、うん、何年に一度ね。5年です。5年に一度、はい、へえ、ね、で帰ってきて何するのかなと思ったら結構いろいろ新聞にプログラムが載ってまして、うん、いろんな関連の、ね、博物館でこの移民資料展があったりとか、うんうん、前夜祭パレードありましたよね、はい、そしてウマンチュ大交流祭、まあ、交流ステージがあったりとか、 なんかご飯食べたりとか、うん、ワールドバザールカルチャーワークショップ、いろいろ交流するようなイベントがいろんなところで催されたり、はい、うん、あとはユンタクサビラ世界のウチナンチュ賢人会長ウチナ民間大使会議、うん、会議があったり、うんうん、でシマクトバカタヤビラ世界大会というのがありましてね。であとは若者のねウチナンチュもありましたよね、うん、でこのサミットがあったりとかシンポジウムがあったり、あとエイサーエキスポが30日にありますね、うんうんうん、エイサーエクスポですよ。すごくないですか。どういうこと。あ、いろんな国のエイサー団体が出るんだと思います。はい、面白そうだね。ね、県立武道館であります。武道館、隣か、はい、メイン、隣ではないか。何の隣ですか。メインがセルラスタジオ。あ、はいはいはい、近いですよね。敷地ないか。うんうん、大野山ね。うん。あとウマンチュ三線大演奏会。お。これも日曜日ですね。がありますよ。最近あった空手は別？あれは空手の日のイベントだったと思うんですけど、なんかこのもうちなん世界のうちなんちゅうも空手やる人が何百人来てなんかやったとかも聞きましたよね、うん、それも兼ねて兼ねてたんですかね、わからないです。3000何名だっけ、ね、約4000名の空手が余裕でギネスみたいな感じですよね、うん、トールも頑張ったね。トール見た。そうなんですか。何をですか。空手。空手、うん、そのもの。そうそうそう、ヨノハトオルさんですか。何でもやるんですね。黒帯。あ、すごいんじゃないですか。うん、すごいね。黒帯って一番上です。でそれでまたあるんじゃない。黒帯だけど何段とか。すごい。なんだって全部やる。じゃあおこと、三線、うん、笛、太鼓、空手、空手、舞踊。舞踊、ね、舞踊もやるんだ。はは、すごいですね。すごいな。はあ。どこにそんな時間あるんですかね。本当だよね。まあ、でも才能があるんでしょうね。なんかそういうのね、うん、できる。うん、はい。で私この中で島くつば片やびら世界大会の、うん、のあのパレット市民劇場であるんですけど明日。はい。このねなんていうの喋るやつ。うん、MC? スピーチ、うん、スピーチ。やらないですよ私は、うん、できないんですけど、うん、やる各国からいろんな何人10人ぐらい出られるのかな、うん、その後にお芝居がうちなぐちの芝居がありまして、うんうんうん、その芝居の中の歌で出ますので。パレットで。はいはい。何日だ。いや明日なんですよ。明日、はあ、明日も28日ですね。平日なんですけどね、うんうん、はい、楽しみです。あと若者うちなんちゅの宜野湾と浦添と茶谷のルーツにしてる人の歓迎会に普天間産区のエーサーが行ったんですよ、うんうん、で打ち方したんですけど面白かったです。はいはい、もう若者は一足早く会ったんですけど、うんうんうん、はい、楽しかったです。へー、はい、読んでよ。あー地方で一句は呼ばれなかったんですかね。ミニあミニか。ミニ。あこれはね多分料金がいるやつだったんですけど、そはい、なんかね
みんな見た目は全然普通にうちなんちゅなんですよ、うんうんうん、でも話しかけたらちょっと言葉がやっぱり通じづらかったんですけど、うんうんうん、どこでやったの？マリーン支援センターです。リノワの、はいはいはい、泳ぎながら。あ、泳ぎはやってないです、うん、プールがあるところね。意外なところで、はい、はい、ね、うん、でもなんかこうみんな沖縄大好きっていうので、うん、私もそうだからすぐ馴染めました。あ、はい、共通点があるからね、うん、へ、なんかルーツが沖縄だから沖縄のことを求めてるじゃないですか。でも私はルーツは沖縄じゃないけど、うん、憧れでただ来てるんですけど、別に一緒だなと思って、はいはい、向いてる方向が全然住んでる人より詳しいからねそんな人たちの方がね。あ、そうですよね、うん、みんなね、いろいろ調べるからね。ないものだからもともと、うんうんうん、はいはい、調べないからね、うん、ルーツって気にします？いやー、そんなにね。私もなんかルーツってそんなに、お父さんは大阪でお母さんは京都で、うん、それ以上遡ろうと思わない、うんうん、まあ、その家系ぐらいはね。あ、先人たちがとかはあんまり、うん、ねえ、うん、まあ、でも気になる人も多いんでしょ、うん、多いでしょうね、ね、うん、どっからこうやって盛り上がってるんだと思うんですけどね、うん、はい、皆さん本当に沖縄楽しんでください。はい、はい、それでは、うん、いつもは、最初のコーナーに行きましょうか。はい、はい、ツイキャスとかユーストリームもやっております。ぜひお気軽につぶやいてください、はい、メールもぜひお待ちしております。797@fmginawan.com です。今日はテーマどうしましょうか。あ、そっか、先週ちょっと忘れて決めなかったんですけど、うん、落ち着き方、落ち着き方ちょっとあんた落ち着きなさいよって時に、うん、どうやって落ち着きますかね。それをじゃあテーマで、はい、ぜひ教えてください。もうちょっとそわそわしてるんで私なんとかしたいなと思って聞きたいと思います、はい、ではでは最初のコーナーです。すぐ主、歌に主はない、それを歌う人が主です。私が歌うのを聞いてくださいという意味の雪が大好きな八重山の言葉です。歌三線に精進中のゆきゆきが毎週素敵な沖縄の歌を歌います。知っている歌なら皆さん一緒に歌いましょう。さよいたしょうらいはひ。はい、ユンターショーラー生演奏コーナーです。チンダミからお願いしましょう。どっちが高いですか？さあ、本日の歌は、はい、だからこの歌を選んだわけね。そうですよ、やっぱり、うん、この移民の、うん、関係の歌って多いですよね。いっぱいあるので、うんうん、やっぱりね、この時期はその中からどれか歌おうかなということで、うん、はい、南洋小歌初合わせ。歌ったことないんですけど大丈夫か、はい、
ミティーさミティーさよ、海うちの海やよ、ウィキガミのティフン、ナサンビケイヨ、イコリヒジャミテン、変わるなよタゲによ、踏みのかよわしの人像が情きよ、あきてはちはるの花さちょるくるによ、にしきかざにあい、ふくてもどらよ、南陽小歌をお届けしました。チューン島歌、一旦 CM です。なんか他の曲に行こうとするんですよ、うんうん、なんかね釣られるよこれ、なんかね。今日はテーマ落ち着け、落ち着けだった、落ち着き方、落ち着け、落ち着き方ってことです。落ち着き方ね。ぜひメール送ってください。お待ちしております。曲も決めてないですね、全然。曲どうしましょう。ゆきゆき普天間進化チューン島歌、はいよはい、チューン島歌をお送りしています。はい、ツイキャスありがとうございます。太郎助さん、のほん、ゆきちゃんこんにちは。生歌聞いて以来のゆきちゃんの歌声、歌素敵ってありがとうございます。太郎助さんね、うん、あの沖縄に遊びに来られてた時があって、あのせっかく沖縄に来られたんだからということで、うん、あの私あんまり時間がなかったんでいきなり会うなり歌って差し上げたんですよ何も歌ってとも言われてないのにやっぱ沖縄来たら沖縄民謡でしょと思って無理やり聞かせたっていうはい、ありがとうございます、はい、そしてルドルフさん、うん、ハイサイこのうちはあんゆきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はゆきゆきでお送りしております。今ちょっとツイキャス私だけ映ってるんでね、あ、はいはい、またあっち向けますね、はい、はい。今日はテーマ、メッセージテーマは落ち着き方、落ち着き方、ちょっとサーサーしてる時にどうして落ち着くかっていうのと、うん、はい、であとリクエストもお待ちしております。電話番号お願いします、うん、090-3015-0797
090-3015-0797 です。お待ちしております。はい、うん、さあなんか何しましょう何かけるかも決まってないという待ってる間のね裏コーナーの説明もしましょうかね、うんリクエストを待ってる間に裏コーナーあります、はい、386に抜して今のあなたの気持ちを流歌すなわち8文字を連ねていって最後は6文字で終わる形式の歌を読んでお送りください。ゆきゆきがお読みします、うん、はい、そして連ねの後に続けて歌ってほしい歌の指示も合わせてお送りください、はい、流歌のリズムに親しもうというコーナーでございます。ぜひ参加してください、うん、888888886になってたらいいんですけどなかなか難しいんですけどね、はい、もう出尽くしたんじゃないこれ。いやいや絶対ありますよ。じゃあ出尽くすっていうか自分で作ったらいいんですもん。あは8886を、はいはい、日本語で、あ日本語でもいいですし、うん、うちなぐちでもいいです。 OK 作ってこようね。はいはい、じゃあどうしますか、待ちながら、ね、いつもうん、ね、最近はなんか見に行ったりしました。この時期すごいいっぱいあって、もう新聞、昨日の新聞とか見てたら、もうなんか沖縄楽しすぎやんと思って、うん、いっぱいイベントがあって、うんうん、ね、なんか行ったりしました。いや行かない。いや忙しいですか、うん、なんか5年に1回あるんですけど、毎年覚えてます？世界のうちなんちって。ん？ん？大会がね、5年に1回あるみたいなんですけど、うんうん、5年前のこととか覚えてます？もう5年もなるんだね。ああ、一応前どんなだったか覚えてます。うん、いや、覚えてない。だけど普天間も結構歩いてるよ。うん、カードぶら下げてる、ネームカード。はいはいはい。外人さんがあちこち歩いてる。外人？うん。沖縄の人と一緒に。そっか。そうそうそう。外人さんは何なん？友達？ハーフとか？ハーフ？ハーフの3世とか4世。わからない。聞いてみないとね。リュボンにいたよ、昨日。はいはい。この辺に実家があるとかですかね。ね、キョロキョロしたけど。うんうんうん。全然ね、うん、一人一人話しかけたらまたもう全然事情がみんな一人一人違うんじゃないですか。そう、そうだろうね、うん、はい、面白いですね、うん、じゃあ一曲なんかお届けしてから、うん、リクエストがね、はい、来ないので、はい、こっちで選びましょうかね、はいはい、何行きましょうか。ではフォーシースターズで冷やみかち節、うん、はい、本当に落ち着き方教えてください。あ、ハチホーミーさんありがとうございます。そわそわしてるときはどうして落ち着けますか？心新聞持ってきとけば何か読めばいいかなと思うんですけど、なんか言いたいことないですか？最近面白いこと。今日あれはないんだよね、お遊びはないのか。お遊びはアイエナです。あ、4週になるのか。
チョンダラ初舞台やりました。ああ、どうだった？大丈夫でしたよ。大丈夫でした。え？いや。大丈夫でしたけど。お知らせでも入れようかな。トゥータンガーニーをリクエスト。トゥータンガーニーってトゥータンカニーのことですか？トゥータンガーニー、トゥータンガーニー、うん、もともとオキーラブだっけ？え？もともとオキーラブの歌だったかな。ああ、そうなんですか。トゥータンガーニーえ？カズが歌ってる。はいはい、じゃあ探します、うん。チューン島歌をお送りしています。はい、はい、ツイキャスからリクエスト来ております。たのすけさん、はい、ありがとうございます。ゆきのりさん、こんにちは。こんにちは。今後ともよろしくです。よろしくお願いします。リクエストがトゥータンガーニーをリクエストできますか？うん、できますよ。あのトゥータンガーニー、うん、はい、トゥッタルガーニー、トッタルガーニー、いろいろあるんだよね、言い方が。へえ、数のある？なんかこれ、この文字が違うと引っかからじゃな ないじゃないですか、うんうん、なんて言ったらいいですかね。トータン、トッタルでないかな、カーズの。トッタル、トッタル、なんかあの整理されてて、あの、うん、沖縄のね、うん、あの古典とか民謡とか全部私詳しく分けてたのが、うん、沖縄ってくくりにされていて今ちょっと動揺を隠せなかったんですけど誰や大雑把やなせっかく分けてたのにな、うん、ちょっと探しながらね、はい、この歌またエイサーとかにも使われて、あ、そうなんですか、三田青年会が、はいはい、使ってる歌でもありますが、じゃあちょっと和俊さんで探してみよう、うん、ありますか ない。あったあったあった。タイトル何ね。トゥーダンガーニー。トゥータンガーニー、うん、でも点々があるな、うん、何点々トゥーダンガーニーになってます。はいはい、すいません、とりあえずあったのでかけたいと思いますけどね、はい、あのちょっと一つお知らせです、はい、ここで FM 技能園よりお知らせです。ずっとひまりちゃん募金を呼びかけさせていただいてたんですけど、はい、拡張型心筋症と戦っている森川ひまりちゃんが、はい、なんとアメリカへ出発できたということで、ひまりちゃんの命を救うため募金にご協力いただきましてありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは太郎介さんからのリクエストで、うん、トゥータンカーニー、松田和俊さんの歌です。
んで沖縄になってるのこれ。ちょっとほんまに信じられへん。なんでこんな沖縄で人ぶくりにしたら古典とかも一緒に流れたら。そうだよね。なんでやねん。誰がやった。大体わかるけど。もうけしからん。けしからん。だっておかしいですよね。1ワイと次になんかね、また別れの9ワイとか。おかしい。すぐ別れの。だから次の分も喋って、あ、そっか3日、いや、そうですね、言っとかない。1日4時半だよ。はいはい。だって説明してましたっけ。全然聞いてなかった。本当に動揺して。歌の説明。松田和俊さんのトゥータンカーニー聞いていただきました。はい。はい、また太郎助さんから。はい。トゥータンカーニーって言い方がいろいろあるのかなと来てますが、トゥータンカーニーって言うと、僕は師匠からトゥッタルカーニーで覚えたわけ。取った金。金？っ金ってどの金？お金。お金？うん、金人じゃなくて金って。うん、そうそうそう。うん、バンドの、なんだっけ、トゥータンカーニーエレトゥータンカーニーエレ、どうするしてる。あ、じゃあ何これ、人のお金をってことですね。そうそうそう。おー、うん、へえ。で、なんかいろいろ、まあ小説もあると思うけど、うん、うん、です。じゃあもうちょっと知りたい人はまた調べてください、うん、いい加減なこと言うてね、間違ってたら。そうだね、それが一番怖いから。だいたい言うてますけど、でもね、いい加減なこと、うん、はい。電話はどうですかね。電話番号は 090-3015-0797 番です。大丈夫ですかね。はい、25日の8時になってます、ね、はい、あ、じゃあ今じゃないですね、うん、はい。うん、何の話を、あ、そうだ、今度ね、うん、また告知なんですけど、はい、明日はそのパレットくもじの劇場で歌うんですけど、うん、その次の日、牧師公設市場の近くのにぎわい広場で、うん、いろんなね、アジアの麺が勢ぞろいするイベントがありまして、うん、なんかタイとかベトナムとか中国、うん、韓国、いろいろ麺あるじゃないですか、うんうん、沖縄ももちろんですけど、はい、そういうのがいっぱい美味しい店出るんですよ。で、そのやってるところでっていうか、まあ一緒に音楽祭も、うん、アジアユナイトジャム音楽祭っていうのがあるんですけど、うんうん、そこで歌います。あ、面白そう、はい、それ。29、30土日となっております。土日だね。はい、いろんな、結構ね、出る人もすっごいいっぱいなので、音楽好きの人も、うん、もう全然楽しめるし、麺好きの人ももちろん楽しそうです、うんうんうん、はい。
ぜひ行ってみてください。はい、私は29の方に出ます。うん、はい、そしてもう一個3日、11月3日なんですけど、うん、来週ね、はい、子どもの国で沖縄芸能フェスティバルというのがあります、うん、はい、これはですね毎年やってるんですけど、いろんな伝統芸能が無料で見れるすごいいいものなんですけど、うん、で子どもの国この動物園なんですけど、うん、この日は無料ということで、はい、だからもうすごい人いっぱいですよ毎年。高級だよね。はい、そう、祝日ですね、うんうん、木曜日、ちょうど来週なんですけど、はい、はい、子供連れでももちろんね、うん、動物園も楽しめるし、芸能好きの人はもう結構いいのがどんどん出てくるので、はい、ぜひ来てください。で、ですね、司会はガレッジセールで、うん、ビギンの比嘉栄翔さんもスペシャルゲストで来られます。すごい、はい、これで入場無料。そうなんですよ。素晴らしい、はい、めっちゃ楽しいですよ。でこれまた合わせのチョンダラが出ますので、うんうんうん、私も出させていただきます。はい、それでか。そう、それでチューン島唄の、うんうん、今頃はちょっと出番の前で多分子どもの国にいますので、うんうん、来週は収録になります、はいはい、そっから放送ではなくてめちゃくちゃ大変で、自分着物着て化粧してラジオまで絶対無理です収録、来週は収録ということで、はい、はい、なのでちょっと今言っておきました。はい、はい、ぜひ来てください。はい、はい、います。はい、それでは、うん、今日は落ち着け、うん、テーマ落ち着け、落ち着け落ち着きたい時どうしますかね。どうするかな。さあさあするときに、うん、私は一応このここからここの時間は何と何と何をやらなければならないというのを一応書き出すと割と落ち着きます、うん、あは、俺これとこれとこれとこれやらんといけないっていうのも、はい、パニクるさね、はい、何もしない一個もしない別の全然別のことをする。わかります。でちょこちょこ小出しでやっていく感じ。あ、タバコがとっても増える。あ、そうそう、逃避するっていうか、うんうん、全然違うことがはかどったりとかね。そうそうそう、もともといっぱい吸うんだけどとってもそうね、タバコ、うん、本番前とか。これでもタバコ落ち着きますよね。落ち着く落ち着く、うんうん、吸ってたことある、うん、ある、落ち着くよねタバコ、うん、ね、うん、そのためでしょでもちょっとね、うん、じゃあ多すぎるのは問題ですけどね、うんうん、やめれた、うん、へ、そんな言うほど、あ、だからね、何もしないっていうのもちょっと分かりますね。なんか今本当にイベント、うん、面白そうなイベント目白押しじゃないですか、うんうんうん、で自分が出るのもいっぱいあるじゃないですか、うんうん、もう何もいかないのもう、あ、もういいわみたいな、もう寝るって寝たりするいろんなとこで面白いのやってるんだろうなと思いながらどこも行かないとかね、うん、この時逆に寝れたりするんだよね。あ、多すぎる、ね、はい、さあ、あなたの落ち着き方は、ね、ぜひ教えてください、うん、はい、それではまた1曲お届けしましょうね。もうちょっとね、では何がいいですか。何いきましょうか。では、うん、金城実さんの南洋帰りをお届けします。
ってテニアン、サイパン、ロタ、パラオぐらいのこと言うんですか、うんうん、そうだよね。あ、これですか。あの、多分更新してるってことですか。沖縄って一括りにされてる、うん、ショック。民謡とかちょっと前から多分もしかして沖縄になってたと思うんですけど、本当？はい、HY とかと民謡とか一緒に入ってるの。あ、前もなんか沖縄っていう曲に民謡と沖縄関係の曲が入ってた。かけにくいよね、そして。ですよね。民謡のコーナーとかけたらなんか仮にし58あーね。金城みのるさん、南洋帰りを聞いていただきました。一旦 CM です。ゲストさんですかって来てる。僕レギュラーです。チューン島歌お送りしています。今ね、あ、すいませんね、はい、お送りしています。ツイキャスにね、ルドルフさんが、うん、ゲストさんですかって来てます、はい、いかに僕が来てないかっていうのがみたいな感じですね。ゆきゆきのゆきでございます。一個、ゆきゆきのゆきの方です。はい。よろしくお願いします。レギュラーです。よろしくお願いします。たのすけさん、落ち着くのには、うん、大きく深呼吸を2、3回繰り返します。はい。うん、やった方がいいですね。はい。おはい、ルドルフさん失礼しました。いえいえ、あの僕がめったに来ないからもう、はい、いやいや毎回来てるんですけど、たまたま見たことなかったんですかね。はい、はい、今日のテーマね、落ち着けってことで、うん、私この今番組だからここに座ってますけど、うん、じゃなかったらもうそうそうそうです、座ってないんですよ、もう。そうだよね。あ、そうです。そうそうしてるよ、ね、なんかそわそわしいですよね、うん、なんでですかね。業中がいるとか。いや、そういうんじゃない。そういうんじゃない。なんかムズムズしてじゃない。前の楽屋では別に落ち着いてたよね。ああ。俺もタバコ吸ってまたしょっちゅう行ったり来たり。ああ、余興の楽屋でですか。うんうん、おお。あの時はね、大城さんの家族が、うん、あまりにもお子さんが、うん、3人キャラがね、みんな違って面白いなと思って眺めてたんですよ。何したっけあれたち。なんか次男かな、うんうん、あの
ずっと鏡見てサングラスしてやってたね。こう髪の毛といたりして男の子なのに超おしゃれだなと思って、うん、で長男ずっとゲームしてる、うん、はいはい。三男はもずっとエイサー。そうですね、うん、みんなちょね違うんですよね、うん、似そうですけど兄弟だったらね。次が怖いよ。あ、そうですね、うん、もうすぐですかね、はい、なんかそう集中できるものがあればですね、うん、はい。じゃあまあこの辺で次のお遊びコーナーに行きたいと思います。はい、はい、今日はこちらです。あっさおアイエナコーナーです、うん、最後まで聞けたね。アイエナーナーナもうもうもうアイエナーナ出来事を、うん、発表してください。はい、はい、なんかありますか。アイエナーナことお先に。はい、ん、あ、私ですか。そうですね、さっき最初生演奏コーナー南洋歌歌ったんですけど、うん、最初ちょっとどこまで歌うかってね歌詞言ってたんですけど、うんうん、この今4番までね今日は歌ったんですけど、はい、この恋しい故郷の親兄弟と別れて、うん、憧れの南洋に渡って来ましたと、はい、でこの男のこの身を立てる手本のなるような感じで、うん、いつもいつも頑張ってると。で、お互いこのね忘れないようにこの思いは変わらないように文通しようねみたいな、うん、はい、ね。で、初春の花が咲く頃に錦をね地元にこの持って帰るんだみたいな、うんうんうん、はい、ところで終わったんですけど、5番がある場合もあるよってことで、うん、そうそう、歌う方いるよね5番ね。ね、うん、でとは言ってるんだけど、そうやって言ったんだけど、うん、今はサイパンの土となってしまったっていう歌詞があるねって、うんうん、これアイエナーですね。あーは、はい、くっつけた。え、後付け何ですか。いやいやいや、ちょっと紹介がてら。あは、はいはい、そっか、ね、え、アイエナーなこと何があるかな。この南洋ってところでね、うん、さっきの南洋帰りにも出てきましたけど、サイパン、ロタ、パラオ、テニアン、サイパン、ロタ、パラオ、はい、あたりを南洋って沖縄は言うんですよね、うんうんうん、国は何なの。え、国じゃないんですか。国名なのこれ。あ、わからないです。国の名前かと思ってましたけど、地理弱いのであまり聞かないでください。OK。 ねえ、うん、だけどねこうやって元気でまた戻ってまたね沖縄の地元の人と会って、うん、また元気もらって帰っていく、そしてまた外国で頑張るっていうことができるっていうのはね、うん、素晴らしいですよね。素晴らしいですね、うんうんうん、この、はい、文通ってところが、うん、なんかジーンとしますね私。この文を通わしど、文の通わしど、うんうん、なんか今だったらもうネットでとかスカイプでとか、うんうんうん、すぐもう別に場所なんか関係なく映像で喋れたりするじゃないですか。そうよね。でもこのねこの文が届くのもきっと昔はめちゃくちゃ時間かかったんでしょう ね、 そうでしょうね。1ヶ月2ヶ月もね、そのぐらいの距離のところに行くっていうのがね、うん、すごい勇気もいったんじゃないかなと。はい、うん、なんか考えてます。アイエナーなこと考えながら喋ってるんだけど。カボンな昨日さ、はい、敬老会の練習したわけ。へえ、あ、後で曲教えるよね。いや、多分私行けないかなと思って入ってるなんか、はい、まあ、もういいか、うん、で昨日カーナー、カーナ誰ですか。誰が、まあ、カーナさんが、はい、誰、宮国カーナよ。ああ、はい、カーナさん、はい、と練習したわけ。はい、どうでした。うちの次男と歌わしたんだけど、はいはいはい、可愛い子ちゃん同士、次男が音取りきれないわけ。へえ、でカーナを一発で音取らえて歌うわけさ。はいはいはい、やっぱこれまあ、言えないなるか分からんけど、素質なのか、うん、あ、なんかちっちゃい子でも歌うまい子とかいますよね。自然にこのメロディーのして歌うっていうの、うん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 、で最近ダンボールかぶせて歌
倒したわけ。あの段ボール被るとあれですか、自分の声がよく聞こえるからってこと。そうすぐ治るわけ。あ、そうなんですか。被ってる時は。へえ。外したらもう本当ですか。コントがあるんだけど、そう三振教室ってコントがあるんだけど、あんな感じだわけ。あ、見たことあります、あの母の日公演で見ました、フェーレーの、はい。本当にあんな感じだわけ。へえ。一発で治るよ。ああ、自分の声を、出た声を聞くって重要ですよね。うんうん、重要。これやったら歌いやすいさ。うん。うん、ヘッドホンか。ヘッドホン。ヘッドホンなかったら歌いづらいよね。でも、大御所だったら、もう補聴器とかしてても、歌は上手かったりしますよね。うん、あ、何なんですかね。慣れ？ああ。聞こえなくても上手いみたいな。そうよ。で、音が合ってなくても上手いみたいな、あるんですね。うんうんうん、そういう、まあ、それはそういう境地ですけど。うん、味？味でね。テクニックなのかな。うんうん、さあ、タロスケさんから質問。はい、アイエナーとはどんな意味ですか。あ、そうかそうか。はい、どういう意味ですか。何にでも使えるの。基本的にびっくりしたとか、うん、マジでみたいな感じ。あ、そんな軽いですか。マジで、アイエナーな時も使うし、うん、嬉しい時もアイエナーって使うし、うん、悲しい時もアイエナーって使うよね。うん、何でも使える。あーっていう、なんか、うん、あーですよね。あー、マジでジュンニーなみたいな、はい、ジュンニーなが多分タロスケさんジュンニーがわからないと思います。なんだろう、日本語にしたらなんていうの。あーじゃないですか。あーやっちゃった。だからもう何でも当てはまるので、うんうん、はい、残念な意味でもあるし嬉しかったりとかもあります。うん、うん、なんか人の話聞いててずっと相槌受けながら、うん、あいえなあいえなできない。いや、あ、そしたら話が流れていくから、はい、うん、って意味ですだそうですよね。え、沖縄この話流していく言葉上手ですよね、なんかね。だからよとかね、はーやとか、はーや。はーや最上級じゃん。何言ってもはーやって言ったら、あー、そうなんですか。そうそう、もうすごい反応してるみたいな。あや。わかりました。覚えておきましょう。使ってください。はい、以上アイエナーナーナーモーモーモーコーナーでした。はい、ゆきゆき電話進化ゆるんしまった。あ、ちなさんあんのかな。はい、まあ、マイク入ってた。すみません、花笠コーナーです。始まったの、ね、聞かれてましたね。はい、はい、11月、ちょっと先の話、はい、11月27日日曜日ですね、待望の、僕大ファンでございますが、千奈貞人さんのライブがキッチン花笠の方で、はい、行われるんですが、うん、ライブチャージが2,000円、はい、でスタートがまあ、19時、はい、19時、19時会場、スタートが20時8時ですね、ライブチャージ2000円いただきまして、また飲食代は別途になります。でまた島袋達也がスケートで、うん、おことでしたっけ、ことで、はい、はい、伴奏に入るそうです。すごい、おことは聞いたことないんですよ。歌三振はありますけど、うん、ことできるんだよ、すごいね。ねえ、うん、歌三振も相当上手ですけど、うん、おこともね、どんなもんなんでしょうね。楽しみですね。楽しみですね。うん、ぜひ、はい、お待ちしております。はい。それでは、うん、そろそろエンディングなんですけど、はい、来週のテーマも決めましょうかね。はい、あ、太郎介さん、何でも使えちゃうんですねって、アイエナ。うん、そうそうそう、うん、そうなんです。うん、あと、落ち着く。ためにはストレッチや軽い運動をして落ち着かせます。うん、ああ、はいはいはい、はい。あいやな。あいやな。あいやな。あい。使いますこんな時も。なるほどみたいな。おお。使わんか。アルドルフさん、デージアイエナ。これ合ってます？デージアイエナと使わない。扱わないらしいです。間違ってるそうですよ。はい。うん、はい、難しいですね。難しいね。普段使ってる言葉を説明してって言われたらできない。そうですね。うん。うん、残念ですと。はい。アイエナ。すいません。こういう時にアイエナですね。うん、はい。
まあちょっと落ち着きながら乗り切っていきたいと思います、うん、はい、いろいろあるので、いろいろ出演するのでぜひどれか見に来てください、うん、忙しそうだね、はい、頑張ってください。もう、はい、わけがわからなくなってますあの言ってるやつ以外にもいろいろあるんですよ。あ、そうな、はい、忙しいのいいことだ、はい、うん、それでは来週のテーマは、はい、無茶ぶりまた何日だ、11月目、文化の日、文化の日ですね。じゃあ文化的なことをテーマに、うん、あれは何なん、第一週は何ですか。文化の日です。この第一週のテーマじゃなくてお遊びコーナーは、ああ第一週目ですか、うん、さあ、ヌンクイ採点ですね。これはあの採点してほしい世間の物事をピックアップして、ゆきゆきが独断と偏見で点数つけるコーナーがあります、はいはい、また来週もぜひ聞いてください。メッセージは1日までに送ってください。はい、はい、それでは今週もありがとうございました。チューン島唄、あちゃん島唄。